はい、どうもこんばんは。実写です。今日はね、もういろいろおしゃれしてさ、非属性ですよ、非属性。ほんで、今日はね、なんと、あのコラボがやってきたみたいなんですよ。もうみんなわかるよね。今日はね、そちらの方からゲストご用意いたしました。では、どうぞ。見えてた、お前、最初から。いくぞ、せーの。こんばんは。おいら、ハッピー。こっち、何も見てないよね。本日はね、ハッピーさんがね、フェアリーテイルの世界からやってまいりましたよ。いや、今回ね、ポコダンで、フェアリーテイルコラボがやってきたみたいでね、もう応援に駆けつけてくれました。いや、これね、3分ほどで頑張って作りました、私。作り方はちょっと、な、まだ、調子悪いんだよな、お前な。うん。ちょっと、お前、縦でいろんなパーツをして、目とか落ちてきたら嫌だな。ちょっと今ね、ここら辺でちょっとゆっくりしてるか。よし、ここでいいよな、ここで。じゃあ、フェアリーテイルの世界に行ってみよう。おー、うーわ、めっちゃフェアリーテイルの仕様になってんじゃねえかよ。まあまあ似てるな。うん、ハッピーさん。いや、どうせ今回ね、限定キャラ来てるんでしょ？もう早速ね、行きましょう。あ、やっぱ夏は来るよな。他にもさ、でもめっちゃ懐かしいよな。私、メイン見てる人をね、私、漫画持ってたの知ってるでしょ？フェアリーテイルの。だからね、あ、エルザもいる。他にはジェラールにジュビア、メイビス、ガジルはすごい覚えてんな。戦ったよな。ほんで、ルーシーやん。いや、俺個人で、ルーシー星4なの？ルーシー個人、めっちゃ好きなんだけど、ルーシーさん。ルーシーこそ星5でしょって。俺今回ね、頑張るから。気持ちが違うよ。やっぱね、漫画持ってたからには、報われるはず。うん。で、早速行ってみよう。エルザ、ナツ、ルーシーだな、狙いたいところは。行こう。10連ガチャ、参ります。あー、緊張する。気持ちだよな。お、え？ハッピー仕様になってる。お、これ出そうな気がする。せーの、ジョーン。あ、虹色来てるよ。違う。フェアリーテイルじゃないと思うんだけど、違うよね、これは。ねえ、ドラゴンだよね、タイプは。ほんで、うわ来たな、ライバル、お前。お前、いや、ガジルさん来たな。ほんで、これは？ああ、違う、そういうんじゃない。ほんで、ナッツ来たよ。よかった、今日コスチュームがよかったわ。ナッツ来た。あとは、来るかな。ちょっと違う。来るか、祈る。俺は持ってる側の人間。エルザはもうないだろうな。俺は持ってる側の人間。これ。来い。あ、こんかったな、これ、多分。ウィンディさん。あ、もう一回ある。あ、え？あり、今の。待って、言ったうちの。2つ言ったよ、エルザリーチだな、リーチ来い。嬉しかった。俺やっぱ YouTuber だわな。ハッピー、俺すごいよな。さすが YouTuber だよ。早速行きましょう。よし、早速バトルだ。今回はな、あの悪のロギア、あいつ、アクロロギア、四方から攻めてくる。惑わされないように気をつけるんだぞ。どういうことなんだろう、これ。さあ、ではね、超上級行ってみよう。はい、そんで今回はこれだ。いや、もうみんなね、もうメキメキしてる。眩しいな。ほんで今回もちろんね、ほら、こんな感じでさ、いろいろクリアすることで、こういったね、限定のやつがね、手に入るから、みんなももしよかったらね、いっぱいクリアしてみてくれ。さあ、では早速ね、挑戦しましょう。よし、では行くぞ。俺の力を応援してくれよ、ハッピー。なこれのルールはな、いい感じに、あ、つなげれる。これね、同じ色のところを斜め方向にこうやって歩くこともできるけど、これチェーンスキルが重要でさ、これだと7個だな。
チェインスキルにこの7って数字あるでしょ、7つつなげれば、チェインスキルが発動できます。ではね、いけるかな、綺麗にぽい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 、足りない。また別のこのチェインスキルは発動できそうだな。いくぞ、せーの、よいしょよしよしよいしょ。俺ね、横のスーってやつ出したかったんだけどな。ほんで、あ、めっちゃこれいけるよ。待て、これ全滅来たでしょ。あ、これめっちゃ気持ちいいやつ、マックスまで来たよこれ。うわ18コンボの超かっこいいの来た。やった、ラッキー。これお、これがね、ボスで出せればスラインかっこいいんだけどな。よし、次2回だ。めっちゃつながってろ。めっちゃつながってはいない。ただこれ考えながらやるのが面白いとこで、なんかなるかな、これ。なんか黄色つながらない？いっぱい。これで。黄色つながらないな。あ、ただ水色つながったわ、次。いくぞ。水色をこうやっていっぱいつなげて、あ、7チェーン来た。次、7つ目の、チェーンスキル来るからな。見てろよ。な、チェーンスキル発動するぞ。これもそうだけど、来たいや、ただそれだけです。順調だね。あ、これスキルも貯めておきたいからな。いっぱいつなげておこう、とりあえず。これも7いただきました。よいしょ。やっぱ考えてやるのが面白いんだけどさ、やっぱね、私ぐらいになると運の要素がね、必要になってくる。あ、待て、めっちゃ黄色つながる。これまたマックスいけるんじゃないの。こうしてやべえ、気持ちいい、これ。気持ちいいやつ来た。よし、行こう。マックス2回目だよ、これ。うわ、気持ちいい。よし、これをね、次のボスで出せたらね、もう完璧だから。スキルもめっちゃ溜まったやん、みんな。いいやん。あ、まだお前一体残ってたんかい、お前。よいしょ。よし、次はボスだ。行こう。行くぞ。どっから出てくるんだ、ボスよ。来た。え、お前てんてんてんだよ、ほんとでけえよ、お前。これ、いや、もっと引き寄せて使いたいよな。なんかね、あ、全体来た。星崩し。行くんじゃないのか、これ。せいやー。え、何このエフェクト。ごっついなー。な、次、チェインスキルでちょっと、様子見てみるか。めっちゃ暗いだろ、これ。当たり判定大きいからさ。うわ。よいしょー。うわ、強っ。なぎ、痛い。こんだけ近づいたらさ、めっちゃ食らうんじゃないのか、これ。かける5倍の雷属性だって。どんなもんだ。ていや、おめっちゃ怒っちゃったじゃん、もう。え、ま、え、これで倒せるんじゃないの。いくぞ、せい。え、結構いける感じ？せい。あ、待って。どうしよう、これ。いや、こういうのもあれやよな。俺、このためにさ、スキル貯めてきたんだからさ。やっぱね、これ、夏のやつ見たいもん。行こう。行け。すい。行ったな。よし。倒したぞ。っていうか、一人の攻撃力、ちょっと尋常じゃなかったな、あれ。よし、倒したぞ。よし。よし。きたー、落ちましたねー。この凶悪なやつがね、ちゃんと仲間として使えるんですね。はー、どうだったよ。このカズさんの戦い方よ。すごくよかったよ。だよなー。あ、え？待て、今触った。ちょっと待て。いや、お前の応援があったからだよ。ありがとう。
今度作るときもっとしっかり作ってやるからな。はい、とまあね、本日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。いや、フェアリーテールコラボってね、さすがかよ。ほんでさ、今ね、こちらインストールしてログインすることでさ、夏の服もらえるから、もしよかったらみんなもね、ログインして遊んでみてください。以上、こんなところでフェアリーテールコラボでございました。